YouTube をご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ヌートリアが取れましたので、それをさばいて食べていきたいと思います。それでヌートリア、これですね、こいつが今日取れたヌートリアです。これ見たら、ここね、ヘッドショット、ヘッドだから多分ね、ここのお肉はね、傷ついてないんじゃないかなと思います。ヌートリアってこれ食べるの初めてなんですよね。どんな味がするんだろうね。そうやね、美味しいといいけど、ちょっと楽しみですね。はい、ということで今回はこちらのヌートリア、これをさばいて食べていこうと思います。ブロックよりね、ブロックの切れ端より1メートル50センチぐらい左、多分ヌートリア、あ、ヌートリア、水の中入る、入った。潜った。嫁さんがヌートリアを発見しました。あれを取れっていう圧力を感じながら仕留めに向かいます。あ、まだ泳ぎよる、向こうに向かって、かなり速い。もっと先、あと2メートル、3メートル先、もうすぐ向こうの岸に着くぐらい。あ、潜った、今下潜った。いました。30メートルぐらい先を泳いで逃げています。ボディ、ヘッドショット。はい、じゃあさばいていきましょう。これですね、これすごいよ、これこれ手だ、こんな形の手してんだね。ね、こんな感じの手ですね、これ手。お、足は、おー、これ見て、足、水かけがついてるね。お、それで、ここに肋骨があって、で、お腹があって、あ、ここ骨盤があるね。だから多分ね、最初内臓のけたらいいと思うんだけど、獅子と一緒でいいかな。ここの胸の部分の骨を割って、ここも割って、で、ここのね、喉のところから裏切ったら、そのまま内臓がこうベロンと取れるんじゃないかなと思います。じゃあやってみましょうか。はい、やってみましょう。行ったね、綺麗に行くね。やっぱ動物ってみんな一緒だな。なるほど。どうだろうね、これ獅子とか鹿とかタヌキよりも毛が しっかりしてる感じがある。抜けないよな、どうだろう、ちょっと引っ張ってみよう。あ、抜けちゃうね。抜けちゃうねダメだもともとヌートリアはスペイン語で毛皮の意味で、日本でもこの毛皮とか肉を目的に飼育されていたものが野生化したようですね。はい、じゃあ1日経ちましたので続きをやっていきましょう。少し凍ってますね。冷蔵庫の温度を冷やしすぎたようですね。
よし、できました。じゃあこれをね、中に持って入ってください。はい。ヌートリアには歌がないのかな。タヌキには歌があってるな。トトトトトトこれケンは歌ったら、ちょっとね、どうさばいたらいいかってあんまり分かってないんですけど、獅子とかね、鹿みたいにやるよりはなんか大きさ的にね、カモぐらいの感じでやった方がいいかもしれない。そうやね、うん、そうするとね、多分ここに背骨があって、ここにね、あの足が付け根があるんじゃないかと思うから、ちょっと外してみよう、股関節。うん、お、外れた外れた。うん、外れたね。これでこれでフラフラだね。それでこの辺りにどこ、どうなってんだろうね、よくわかんないな。かもと思うんなら、この背骨に沿ってこの辺りに1本入れてやれば、なんかペロンといくんじゃないかと。うん、こんな感じかな。行った行った、なんとなくね、もも肉がね、なんかこう、獅子とか鹿だったら、このあんよのけようと思ったらさ、あんよこの内側からやんないと取れないよね。でもこれ、こういう動物って背骨からやっても取れちゃうんだね、股関節外したら。うん、こんな感じでね、うん、足じゃなくてあんよなんじゃね。小学生のお父さんってわかるな。いけない、小学生のお父さんって最近こんなこと言わないか、あんよとか。さあ、ここでこの辺かな。おお、取れた取れた。うん、おお、お、なんか、うん、すごい、なんかフランス料理に出てきそうなももになったよ。そう、フレンチだよ、フレンチ、フレンチですよ。なんかフレンチって聞くとね、機嫌がいいよね。美味しいもののような気がする、フレンチと聞くとね。じゃあね、せっかくだからこのもも肉外してみようね。はい。どうやって外すんだろう。こんな感じでいいのかな。これね、さっきから捌くときにタヌキとかウサギみたいな感覚でやってるんですけど、うん、よくよく考えたらこれネズミですよね。ヌートリア、げっ歯類っていうの。ウサギに似てるという方向でいいんじゃないですかね。ウサギっぽいんだ、なんか。うん、ウサギだね、これ。ウサギっぽい、そうそう、だからフランス料理っぽいんだ。ね。ウサギ、ウサギ。うん。そうだね、ウサギだね。だけど、ここ、これこれ。じゃーん。おお、なんだそれは。げっ歯類の証拠、歯です。これ見るとね、なんかげっ歯類って感じがするよね。おお、ネズミ。今のところ、あ、悪くない。肉の匂いはいいよ、これ。期待ができます。どうやって食べる？なんかね、いろんな味付けをすると、うん、ヌートリアってどんな味か分かんなくなりそうだから、うん、今回は塩コショウっていうのはどうでしょうか。お、じゃあそれでいきましょう。中国ではさ、うん、わざわざ飼育して食べるっていうからさ、うん、やっぱり美味しいんじゃない。あー、そうだろうね。このヌートリアをさ、飼育して食べるんでしょ。うん、すごいうまいんだろうな。うまいんじゃない。そういえばさ、うん、今年ってさ、うん、ネズミ年じゃない。お、そういえばそうだね。ってことはよ、うん、そのネズミ年に、うん、ネズミに似てるヌートリアを食べるっていうのは、うん、なんか
縁起がいいんじゃない？縁起いいか？オリーブオイルが多い？オリーブオイルがもったいない。ああまあ細かいことは気にしない。よし、じゃあ焼いていきましょう。あ、お肉が、かけらが、あっち、あっち。あ、油入れすぎた。あ、ここにヌートリアのかけらが落ちてる。だろ？投入。よし、じゃあそろそろいいんじゃないですか。お、じゃあ行きますか。あ、すごい匂いはいいね。いよいよヌートリアを実食する時が来ました。今回嫁さんの希望で食べることになったヌートリアですが、こうやって食卓に用意すると改めてネズミであると思い出しました。ヌートリアに対する期待感、次男は分かりやすい顔をしています。これは今私と同じ気持ちでしょう。はい、じゃあヌートリア食べましょう。みんな本気なんでしょうか。じゃあ今回は母ちゃんから言ってみますか。言い出しっぺに振っておきましょう。いきます。なんとなくこの顔に緊張感を覚えます。うん、柔らかくて美味しい。怪しい。はい、じゃあ2番手、長男クロード、いきます。うまいかな。なんかわざとらしい。うんうん、おいしい。うん、普通においしい。うん、普通に怪しい。お、うまい。はい、じゃあヌートリア食べてみたいと思います。まあね、みんな美味しいって言ってね、一回騙されたことあるからな、タヌキの時。あ、でも匂いは、あ、匂いは悪くないですね。うん、誰が何と言おうと初めてのジビエは焦ってはいけない。慌てない。慎重に噛みしめる。だがなんとなくだ、なんとなくだが、これはいける類のやつだ。覚悟を決めて臨めばいけるはずだ。うんうん、悪くない、悪くないね。もうちょっと食べてみる。うん、もうちょっと食べてみないと。うん、おいしい、おいしいですね、これ。おいしいね、本当に。おいしい、うん、すごいおいしい。変にオチなんか何にもなくおいしい。うん、あの、なんていうの、淡白だけど甘みがある。うん、うん、淡白だけど甘みのあるお肉。うん、なんかすごい上質な鶏肉みたいだな。うん、ヌートリア、おいしいですよ。あの、鶏肉みたいな味がします、本当に。あの、香港でね、カエル食べたじゃん。うん、あの、カエルよりももっと鶏に近い、ヌートリアの方が鶏に近いね。うん、これ、このヌートリア、ちょっとびっくりです。うん、これって淡白だし、匂いもないから、高級フランス料理とかでも使ってもおかしくないような、そんな味だよね。ああ、高級フレンチとかにありそう。ありそうだね。ありそう。うん、で、特殊なソースとか使っても合わせられるしね。うん、何やってもいけるかもしれない。うん、
今回ヌートリアを食べてみたらびっくりです。これね、本当養殖して食材として重宝してる国があるっていうのも本当納得の味です。美味しいですよ普通に。あの癖がないから、ひょっとしたらね、獅子とか鹿よりももっと癖がないかもしれない。あのインターネットじゃね、あの食べたらその奥底に草のような匂いがあるっていうのが書いてあるのを見たんですけど、実際食べてみたらこれから感じないね、感じなかったね、これ感じない、すごく美味しいですよ。仕留めてすぐに、あの腹を抜いてすぐ冷やしたっていうのも良かったんだよね。そうやね、ね、すごく美味しいです。だって私が見つけたしそれが言いたいだけ。そう、それが言いたい。はい、それでは今回はヌートリアでした。イエーイ。あれ、実際食べてみたらヌートリアってインターネットであるような、あの書いてあるような味じゃなかったよね。うん、インターネットにはね、イノシシと似てるって書いてあったんだけど、全然違ったね。ね、イノシシよりももっとなんていうの、あっさりして癖もない、そんな感じのお肉だったよね。うん、はい、ということで今回はヌートリアでした。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。私が見つけたし このヌートリアってワニと比べてもっとチキンっぽくない？ああ、そうやね。ねえ、でも肉はたくさんついてるよ。これヌートリアね、あの体重測るの忘れたんですけど、大体10キロぐらいあるらしいんですよね。へえ、結構お肉があるんだね。そう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 、意外とね、だから大きいんだよ。ヌートリアって何かわかるか。さばいていきましょう。でも、さばくのはお願いします。なんだそれ私が見つけたし。